ミオです。よろしくお願いします。私たちの研究室では、ナノの世界、非常に小さな世界で、スピンという性質が顕著に現れることを利用したスピントロニクスデバイスの研究をしています。キーワードとしては、量子物質やキラル分子といった新規材料をスピントロニクスデバイスに適用したり、また、フェムト秒パルスレーザーや放射光 X 線を使ってスピントロニクスのデバイスを精密に測定するといった、そういったことを行っています。研究室では、大学最大級の分子線エピタキシ装置、金属の MB 装置といったものを、あとはフェムト秒パルスレーザーを保有してまして、自由に実験をすることができます。次お願いします。はい、スピントロニクスについて簡単にご紹介します。スピントロニクスというのは、電荷を使う、いわゆるエレクトロニクス、電子工学と、磁石の学問であるマグネティクス、磁気工学の、融合分野というふうになっております。例えば、金属の磁石を使った、エレクトロニクス部品を作ることによって、ハード磁気ディスクドライブの読み取りヘッドやメモリーといったものがこれまでに、開発されてきました。次お願いします。はい。その中で私たちは今何を研究しているかということですけれども、方針としては物理学の基本である E 素子を作って精密な測定をしようというものです。で、研究の目的は物理の理解と大きな効果を得るということで、もう少し具体的にはワイル磁性体やキラル分子といった新材料、電解効果といったような新原理を既存のスピントロニクスデバイスに応用して性能を良くしたり、またスピントロニクスのこれまで使ってきた技術、薄膜成長や磁気抵抗効果、そういったものを例えば量子物質の分光とか、あとは生体分子のセンシングとか、そういった新しい応用先を開拓するといったことをやっています。自分でデバイスを作って研究したいという方がぜひお待ちしております。よろしくお願いします。以上です。